皆さんこんにちは。今回はこの白衣の天使オーダーっていうのが、前ステップ1引いたんですけど、ステップ2とステップ3まだ引いてなくて、で今5000ジェムあるんで、ステップ2とステップ3引こうと思います。前このサーニャを狙った動画を出したんですけど、ちょっと諦めきれなくて、まあアクセルオーダー引いたんですけど、まあ一周したんですが、まあ5000ジェムがあるんで、残ってるんで、まあちょっと、まあ残りだし引こうかなっていう感じですね。まあ当たっても当たんなくても、なんかこれ提供割合マジ低いんで、まあ当たるかちょっとわかんないんですけど、今日はね、青いサンタさん61層にいらっしゃるんで、ちょっとこちらの方にね、拝んでいこうかと思うんですけど、このね、青いサンタさん、ユーザー公募で当選した NPC なんですよ。SOIF 公式ツイッターで、なんか募集したんですよ。なんか、ユーザーが考えた NPC を実装しようみたいな企画があって、その時にね、応募したら、なんか当選したみたいな、この、青いサンタさんっていう人、ツイッターにいるんですよ、実際。まあなんか一時期ね VTuber とかやってて、今なんかどっかちょっと今見てないんでわからないですけど、まあとりあえずこのね青いサンタさんにねちょっと拝んでいこうかと思います。一礼の二拍手で参りたいと思います。じゃあこちらね拍手じゃねえやあ拍手でいいのか。じゃあ一礼二拍手終わったのでね、こちらね、ステップ2を引いていこうかと思います。今回はどうなんだろうね。でも確定枠以外で星4くればいいんだけど、いやーでもちょっと来ないかもしんないな。いやわかんないんですけど、でも大体こういうの来ないじゃないですか。まあ俺最近ガチャ動画ステップ5まで引いてるやつ、大体さ確定枠以外星4来てなくて、っていうのもあってなんとなくね、なんか来ないような予感がしてるし、まあサブアカ、そのツイッターのサブアカでもなんか、まあそっちだとパワーライズ4のサーニャが出たみたいなツイートをしたんですよ、ゲームのサブアカで。でそれでね、なんかちょっとこのサブアカを育てようかとか、もしかしたら課金するかもしんないみたいなことちょっとね言っちゃったんで、もう課金する未来しか見えなくて怖いみたいないや課金はしないと思うけど、さすがにメインアカだけで精一杯なんで、まあ、っていうのもあってちょっとね、なんか運営がそれ見てたら、でも関係ないよねそういうの、多分ガチャの確率操作とか多分ないと思うので、もうあったらおかしいので、まあ多分ただの運だと思うんですけど、いやー爆死、いやーこれステップ3爆死するでしょ、頼む、いやー爆死しないでくれ頼む、アビリティ、あーお願いします、もうこんなんで来るかわかんないけど、いやこんなんで来るかわかんないけど、お願いだよマジで、もうお願いお願いお願い、斧にお願いしてどうするんだ、いやお願い、いやマジでお願い、アビリティこう来てくれ、もう課金できないよ、お願いだよ、毎日欠かさず頑張ってなんかちょこちょこなんか160円ずつ課金してきたんだよ、なんか毎日1回250ジェム入る、なんか感謝の、120円だったんで昔は。でも最近なんか、なんだっけ、アップルの、なんか課金額変更的な、なんだっけ、税金関係で上がったみたいな、あったじゃん。あれでなんか160円になっちゃって、まあそういうのもあったんですけど、まあちまちま課金してきたんで、いや、これで当たってほしいんだけど、もう弓は違う、アビリティなんだよ。いやー、なんだ、弓やめて、何ユミね、普通のソードスキルっぽい、やめて。確定枠じゃない。確定枠じゃない。怖いよ。来て、お願い。怖い。お願いします。お願いだ。お願いだ。確定枠。アビリティ怖い。お願いします。来てくんないと俺死んでしまう。覚醒、あー覚醒の演出ない、いや終わった、何これ幸せの雨、幸せじゃねえよー、幸せじゃないんだよなー、あ、バフ効果中の敵に攻撃力 100%、
いやまあ強いっちゃ強いけど、思ったのと違いすぎて、なんか理想と現実のギャップになんか苦しめられてる昨今。昨今まで範囲広げちゃう。なにこれ、この人不幸せの雨レインじゃん、マジ。でもこう レイン推しの人にはなんか失礼か、失礼だからちょっと訂正するけど、いやでも、なんか変われバグって、なんかの手違いでバグってパワーラ4になってくれ、これなんだよこれなんだよ。持ってるし、しかも嘘だろマジで。なんでなんだこのオーダーはよ、なんだよこらよ、おらおらついちまったよ。あんまおらつきたくないんだけど、おらついちゃったよ。これ 8% って書いてあるんすけど、 8% って書いてあるんすけど、くれよー。いやーマジで、なんだよ、なんでこんなさガチャっていうさコンテンツにしたの。普通にお金で買えるようにしてくれたらさ普通に買うよ。なんかいやーマジ、なんでそんなことすんのマジで。嘘だろマジで、なんだよこれよ、なんだよこれマジで、なんだよこれ、強いけど、なんだよこれは、意味わかんねえんだよ。ありがとうございました。